はい、コトルバです。はい、誰ですか？誰だ？足くらい折っておけばよかったな。怖っ。詳しくは資料を送るわ。ともかく今はターゲットを優先して。ああ、わかった。これから教会へ向かう。それじゃあ後で。皆さんどうもこんばんは。ざわざわウッキーと申します。みんな見てるか？大学の友達に僕の YouTube を教えたんで、こう、もしかしたら今僕の友達が見てる可能性があるっていうね。だから改めて、ようこそ、これが僕の YouTube チャンネルです。はい、うん、それくらいだね。うん、じゃあやっていこうか。今日も楽しくね。うん、お、日が暮れちょるわい。いやー、今すごい笑ってたな。ついに社会人になるまでね、3日を切ったところですね。うん、社会人になるのがとても憂鬱な、そこのあなた、安心してください。僕もです。社会人の何が嫌だって、決まった休みはないことだ。俺は HP なさすぎね。ちょっと今、てってなんかリズム刻んでてね。またトイレ GG いんのかな。あのトイレ覗いちゃってさ、さっき申し訳ないことをしたんだけど、どっかにのたばれ死んでるのかな。あー、これね、さっきのトイレの、あー、いるわ。あ、いなかったわ。教会へ向かうって言ってね。やべ、何も思い出せない。いや、まあ楽しく実況やっていこう。なんだ、なんか犬の声聞こえる。どうした？お前も被害者か。助けてやろう。狼だ。かわいいな。もう捕まるなよ。俺も犬飼ってんだよね。名前はチャコ。トイプードルなんだけど、ちっちゃくてね、生意気なんだよ。そこ可愛いっていうとこだよね。やべえ、全くわかんねえ。とりあえずやっていくか。うん、おいと、よいしょ。で、前回出てきた女の子の名前はエイダですね。エイダで、あと関係ないけど、俺の動画を見てくれる人は大抵この、あとこの、ほんとこの瞬間、この刹那、この刹那にみんなブラウザバックしてるわけですよ。ってことは、もう、今ここ頑張り時なんだよね。うん。かなりここ頑張り時。ここで頑張らないと、もうみんな離れていっちゃうから、ここで頑張れるかどうかが、俺の実況を見てもらえるかどうかにかかっているわけだ。だから俺このマシンガントークをやめないってわけですね。もう何もかもに実況していく。今コウモリが通ったってことにも対して触れていく。で、この岩が、うん、とても綺麗なエッジが効いてるよね。これロッククライミングしたら確実に、簡単そうだよね。うん。俺くらいになれば、こう、サン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 ってね、ちょちょのちょいってすぐ登れば、あ、オートセーブが入ったわけだね。もう止まらないよ。ちょっと。今さっきね、昼寝したからね、脳はだいぶクリアだ。ここ、あれじゃなかった。一番最初にさ、襲撃があってさ、うん、あれだよね、うん。そう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 、あれなんだよね。うい、セキュー。エンネモー、おぉ、なんだ？怖い。怖いよ。怖い怖い。あ、絶対なんか、うわー。この俺の綺麗なね、ガンアクションを見て、さぞみんな驚いているだろう。あれあれ、ザワウッキーめちゃめちゃゲームうまい。あれザワウッキーって意外とゲームできるんだ。あれそんなザワウッキーかっこいい、好きみたいなね。で、どうすればいいんだ俺。弾なくなっただけなんだけど俺。弾の一つや二つ落としてろって。あー、いんのか、びっくりした。叫びすぎな。びっくりした。もうなんか怖いよ、 BGM がよ。なんだよ本当によ。うわー、びっくりした。痛い。ゴミ箱に頭でも突っ込んでろ。いい君だぜ。あ、なんかいるな。あ、どうもどうも。ちょっと上手くないね。え、ちょっと上手いよね。ちょっとね、ちょっとだけね、上手かったね。素直になった方がいい。うん、上手い時は上手い。高評価グッドボタンした方がいいよ。自分に素直になった方がね、
人生楽だから。うん。いいわね。もう一応死ね。確実に今本でっつっててね、本で。レズは、ヘビがおぉ、怖っ。クモねえか、別に。さーて、争うぜ。くれ。いた！たく、人をバカにするのも大概にせえよ。こうやろ。あ、ぶっこれだ。あ、鎖ヘビ？それ何のアイテム？ヘビ種？ハブ種か？でも作るんか？あ、やってラッキー。こうね、あんま視点を返しすぎるとさ、見てるみんなが疲れちゃうしさ、ね、何の音？こいつサノスね、サノス。なんか見続けたら何かあるとかあんのかな？なさそうだね。で、閉じたらパッてるみたいなね、そんなことはないんです、バイオ。ウェブ、青鬼とかさ、パソコンゲー、フリーパソコンゲーとかだったらよくあるよね、こう見て後ろに、あうみたいなね。そういう世代じゃないか、みんなはもう。わあ、すごい、でけえ骸骨がいる。あ、眠れ、育て、我ら赤子。母たちは毎夜、お前の肌着を縫った。日々、大きくなるお前の体に合わせるために、お前は卑劣なな、金太郎。危ねえ。危ない。金太郎ね、金太郎。金太郎ね、の麦と、青牛半島を食し、今や小屋ほど大きくなれり、育て、赤子よ、兄弟の分まで。いや、恐ろしすぎな。にしても取れすぎな。でかすぎだろ。お前、これ見てみ、これ。顔の大きさ。ああ、いいアングル。だから何？ズーム大きいな。え、将来的にあれくらいでかいやつが出てくるのかな？嫌だな。あ、でもボス戦そろそろじゃない？なんかさ、異様にだってさ、ほら、弾めっちゃ手に入るよね。めちゃめちゃ弾手に入る。セーブポイントがあったら確実にそうなんだよね。まあ、次行ってみようか。扉を開ける。びっくりした、お前か。銃弾は撃てばなくなる、当然だな。ボルトスロワー、こいつは違う。撃ったボルト専用の矢は回収して再利用できる。余ったナイフで作れるボルトのレシピです。でも全然、ボルト、あ、なんか、はいはい。まあ、ボス戦が近いっていうのは言わんこっちゃないと。ウェルカム。遠く離れた場所からでも、敵の頭におやすみなさいをねじ込めるぜ。おやすみなさーい。出まして死ぬなよ。オーケー。とりあえず整ったわ。あ、またお金もらったけどもういいや。あ、でなんかあったの、これ。なんだこれ。あ、鎖蛇を集めてくれ。せめて大丈夫に。あ、了解です。セーブポイントなかったよ。セーブなしで行けってか。まあいいさ、行ってやるよ。なんか話し声聞こえんね。何の話し声だろう。玄関。教会だ。あれだな。雨、そうめん、冷やそうめん。俺はラーメン？違うだろ。ラーメン大好き、俺イケメンでしょ。それ、狩野英孝ね。ちょっと失礼しますね。ほんで、安らかに眠れ。マイフレンド、フォーエバー。あのね、カラスとかいっぱいいたアイテム手に入るんだけど。もう普通に、墓晴らしなんやんな。行ってみるか、一旦。じゃーん。この音で怒られるなりますよ。なんだなんだ。俺は見た。なんか欲しい。な、分かった。そのことない。この、これが必要なんですね。無線中。HQ。幅ないっすね。やはり教会は封鎖されてる。ターゲットはまだ確認できてない。だがここの戸締まりはやけに厳重だ。ここの戸締まり。なるほど。彼らがそこまでして守るものは一つね。ああ。彼女は教会の中だ。間違いない。侵入方法は。なんか俺が蹴っ飛ばしてなんか聞いたみたい。おお、普通に入れるんやな。で、マップやな。外からの薬剤を取り戻しに、なんとかガールズより別名。なんとかでまで娘は教会に、有名なで教会の門を閉じられる。鍵は湖の向こう、対岸の洞窟になんとか教養で、巨山のごとき湖のなんとかが、主な侵入者を、なんかまあ、敵がいるってことでしょ、ボスが。うめえ、ちゃんとしたボスね。あっ！
サイズはいらないぞ。サプライズいらない。サプライズがあるってことさ。あー、ちょっと待って。俺まだ探索したいな。ごめんね。さあ、行くか。よいしょ。さて、こうやってね、余裕のある時にみんなにね、僕のフリートークじゃないけど、僕の近況をね、みんなにね、紹介していこうと思うんだよね。何も喋ってないってあれだからね。僕はですね、つい先日、昨日か一昨日だか、福岡、友達と4人で行ってきましたね。レゴ、ラゴですね。ラゴってなんだよ。いやー、素晴らしかったね、博多。もつ鍋食ったんだけど、ベレーうまかったね。まあ、俺にどういう美味しさだったとかさ、こと細かに説明してくれっていうことはまあ無理難題だから、用意してほしいんだけど、美味しかった。なんで自動ドア？すごいね。まあじゃあラゴ行ってこようか。まあ福岡行ってきたんだけど、いやーちょっとね、金なさすぎてね。あーね。あー、暑いなー。もう喋れない。全然喋れない。敵うざい。これね、細い細い、あ、いいよ。オッケー。うそ、まさか。はーい、とりあえずやってきたわ。まあ、こんな感じ。あ、まだ生きてんのかい、お前。ごめんねー。はいはーい。こんな感じでやってきましたね。とりあえずこっちまで。まだ敵いそうだけど。あ、危ない。あ、ぶら。痛いっつの、お前。そんな、動くなよ。はい、よっしゃっと。いいの入ったろ。マジやね。まあ、結構組んで、まだ。まだいんの？もういいか。無視するか。無視したいんだけどさ。こっち行けないと。いや、でだよ。でだよ。博多。大丈夫。大丈夫。話すことは、取捨選択するんだけど、なんだっけな、特筆して言うこと、まあ、普通の博多旅行だったな。こんなでかいの誰が使う？どうせあの骸骨だろ、でけえ。青いメダリオンを剥がして、はいはい。で、これマットにメダリオンの場所ね、教えてくれてんだよね、なぜか。随分と親切だってな。そう。で、なんだっけな、ラーメン食ったし、これあれだね。え、あった。いや、めっちゃ無駄にしたな。やべ、こいつに何発使って。これなんかボス戦のステージっぽいね、見た目がね。よいしょっと。あ、見つけた。でだよ。もうなんかさ、こう戦闘のせいでさ、めちゃめちゃ話が中断するんだよね。まあ、これでボス戦だしね、これ当然。この広いステージ。すんごいグーグー言ってよね。あー、ボス戦か。ボス戦かーって言ってボス戦始まんないんだよな。いつ始まんだろう。なんだこれ。使えねえわ。紋章の鍵ね。紋章なんて持ってないしな。ん？これあれ商人じゃない？超に出ね、きっと。この炎は。やっぱいたわ。まあ、やってっか。もうなんか、どこまで話した？俺、ラーメンの話ね。使えないんかい。ラーメンどこまで話した？俺。ラーメン話したか？そもそもラーメンを。ラーメンね、4杯食ったんだよね。博多ラーメン。で、ラーメン屋の名前を言えばさ、盛り上がるんだけどさ、まあ俺が覚えてるわけもなくて、最後に行ったラーメン屋、月屋っていうラーメン屋があるんだよ。その博多駅だったか何やんだけど、上に。あれがね、もうべらぼうにまくってさ、いっぱい食ったんだよ。それこそ、食ってないけど一蘭の、本店見てたりとかしたんだけど、結局、俺自身がその博多ラーメンっていうのは、そんなに俺、なんか別に嫌いじゃないんだけど、ラーメン、
そう、ラーメンの種類の中ではまあそんなのかなっていう。まあ美味しいんだよ、もちろん美味しいんだけど、博多系のラーメンよりかはまあこう家系とか二郎系のラーメンが好きだなっていうのがまあ正直な感想なんだよね。で、その中でも月屋っていうラーメン屋が、なんか博多ラーメンにしてはね、なんか結構尖ってて、本当に麺だけなんで麺。麺とチャーシューだけしか乗ってなくて、で、食べ方もあって、で、この、ね、見てる通りにね、どうせ死体を捨てるんだろうけど、そんなの言って、お、首の、ああ、さっきの、ああ、警官や。ああ、どんまいどんまい。で、この死体が浮いてるところで言うのもなんなんだけど、なんか食べ方があって、一番最初はスープを飲んで、まあ、堪能してください。うおーんだ、今の。ラーメンの食い方ぶっ飛んだぞ、今。なんかあるね、まだ。なんだなんだなんだ。ずいぶんでかい城だな。城ですね。で、向こうに何かありそうだ。そうで、もうね、もう話が途切れて何もわからない。まあ、2回目はネギ入れろ。で、3回目は、まあ、クエン？ね？ 3 回目なんだっけ？忘れたわ。で、なんか、レモン入れて、5は飲み干せみたいな食べ方があって、すごいんだよ。こだわりがすごくてさ、替え玉して食ってよね。ボート燃料は発電機用とまとめて保管し、必要な分のみ、養殖場の奥。あそこの城に行くまでにも結構時間かかりそうだね。サブマシンガン弾どうもありがとう。ジャンピングボンバー。ダブルキック。お金ゲット。樽の中にお金だけ入れる文化って何なんだろうね。普通に考えると結構いかついよね。だってあんなにでかいのにさ、たった400円がポコンと入ってんだよ。ちっちゃい。どういう状況っていうね。あ、で、このボートはどうせまだ乗れませんよっていうね。あ、知ってる。オッケー。で、頑張りましょうって感じです入れとね。けよ。あ、待って。青色何度があった？身につけた。いやー、なんかどの話までしたかわかんないし、どうせこのシーンカットなんだよな。このシーンカットなんだろうなと思いながら実況するのつらいな。カットするの俺なんだけど。なんかついたわ。まあ、おーい！ちょっと待っ最悪だ。て。あのでけえ化け物くんじゃね？あ、おいおい。どうなっとんねん、どうなっとんねん、どうなっとんねん、どうなっとんねん。素晴らしい鳴き声が響き、おい、はい、エスター。お、あるやん、ボートの燃料。こいつは使えそうだ。卵ラッキー。はい、なんやかんや言っていろいろなことがあって、敵倒して、トイレテッドも行きましたよ。ほんと長かったね。もうこのテンションの下がりようで気にさせてくれ、ほんとに。マジ大変だったわ。結構ここまで来るのに1時間ぐらいかかってんだよな。カットだけど。ずっと敵倒して、とか、まあ、それがまあ、バイオだからね。で、カットすればもうほんと、もう一瞬だよね。もうそれでいい。もうみんなにはこのね、蜜の味だけを吸ってもらいたい。俺のこの黒の杖ゲットした灯油はもうカットされて、これが動いてるというこの感動さえも皆さんとは共有できてない。けどもうそれでいい。もう博多の話とかも俺忘れたもん。1時間前だもん、したの。もう何やったとか、もう、いや、ここで止まるのだけは絶対ダメ。もうフラグすぎる。もう絶対にやるやん、あのでけえ、やばいやつと。どうしろと？俺あれ倒す武器なんて持ってないよ。まあ、爆弾6個くらい持ってるから腹の中にいればワンチャンあるかな。おっと、これ。下から叩かれてる感じがしますね。はい。コンコンってね、ドアをノックするかのように、海の底から、1回、また2回と、これなんだろうってね。ガノトトスかな？それとも、オアロパゴスかな？いや、違う。これは、なんかクルペッコじゃなくて、なんだかいたよね。モンハンで。なんだっけ、名前。こういう時にちゃんとしとくだけで。絶対に勝てないからさ、もうどうしようもない。なんか始まった！なんか始まった！L1 で森を構える。あれに投げる。なになになに？おお、なんだなんか動いた。おお、イエスイエスイエス。なになになに？よいしょ。まあ外したわ。無限か。無限ならもうは、なにが、やれ、やれ、えいとー、えいましょう、よいしょ、よいしょ、また行くよ、よいしょ、もう一丁、また行った、よいしょ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 、よい
避けるとかなかったしな、別に。よいしょ、よっ。なんか急にあのなんだっけ、ジュラシックパークみたいになったんだけど。前方注意、来るぞ、いつ来る、いつ来る。避けるとかないからな俺。なになになに、どうする。落下予測地点を。どこから来る気だ。お、来た。ちょっと動けない、動けない。おお、投げるで正解だった。随分と激しいリアクションというかアクションというか、なんかもう何も喋れないわ、もうすごいわ、もうなんかいろんなこと考えてるわ。構えて打って喋る、構えて打って喋ってきて、構えて打って喋る、ずっと構えて、だ、ちょっと待ってね、よいしょ、よいしょ、いっと、はい、構えて、構えて打つ、もう新宿みたいになってる、新宿みたいに、照準合わせて打つ、わかんないよね、エヴァネタね、9の方ですね、新じゃなくて、あ、よいしょ、あ、生きてる、生きてる、ギリ生きてる、これな、何が正解なのかわかんないわ、もうずっと、ずっとこれでいいの、もうわからんわ、本当にわからない、いつまでこれしてればいいの。なあ、ショット、どっこらショット。あ、この時に博多の話外る？だって、この絶対、ここ絶対カットしないもんね。博多ね、あ、なんかね、もうでも何話したか覚えてもないわ。そうだね。いっぱい歩いたわ。うん、それ歩くよね。で、なんかね、でホテルが良かった。うん。ホテルが良かった。ホテルにね、サウナがついててね、すごい良かったの。うん。で、痛い、どうして、え、これ動かせんの俺。まるで俺が失敗したかのようなリアクションだけどさ。動かせないんだよね、マジで。いやいや、死ね死ね死ね、来い、いきなり来るぞ。嵐の前の静けさ、こっちか、よいしょ、よいしょ。結構優しいよね、遅いから。なんかだ、なんだっけ、大王さん称号だっけ、そんなやついたよね、こんな見た目で。あーっとー、すんごい、ド迫力なアクション。え、マジ、何？なんか、すごい、あのうねえね、やっぱパラサイトに捕まってんだろうね。あれも規定されてんだろうね。あとね、4月からさ、社会人なんだけど、社会人になる前にね、USJ も行ったよ。2月くらいに行ったかな。うん、それも楽しかったな。ピーチで行って、飛行機で行ったんだけど、ピーチっていうね、格安の飛行機があるの。それを友達が調べてくれてね、すごい良かったよ。みんなを使ってみてね。あ、倒したわ。博多の話したかったけど、博多の話全然出てこなくて、もうずっと、もう次大阪の話したわ。なんか、すごいいいやつがいるんだよ、俺の友達に。なんかプランをさ、1から10まで考えてくれるさ、まあ、役職で言うと、さ、委員会俺入ってたんだけど、その委員会の役職で言うと総務局のね、まあ、部長なんだけど、そう、そいつがね、めちゃめちゃいいやつでさ、お前も血出してんのか。吐血？血が混じってきたとはこのことか。いやあ、倒れちゃった。それゆけ全力バタンキュー。チャプターエンド。今日はこんな感じで終わりとくか。ああ、なんか話したいことも話せなかったけど、まあこんな感じで俺もずっと実況していくからさ。みんなも社会人頑張れよ。俺もなあなあに頑張っていくから。うん。で、疲れたらこの実況見て帰ってこいよ。うん。それくらいでいいよ。俺はこうやってずっと近況報告するからさ。だから、俺の状況はみんな分かってくれよ。たまにコメントしてくれたら嬉しいわ。じゃあまたな。次回の動画も見てくれよ。バイバイ。